超能力とは、常人には不可能なことを可能にしてしまう、現在の科学では説明できない不思議な力のことだ。例えば、手を触れず物を動かす、スプーン曲げで有名な念力。例えば、伏せられたトランプの数字やマークを知ることができる、投資など。この力があれば法律もルールも関係ない。すべてを思うがままにできる。神になれるこの力。さて、あなたは超能力を得たいと思うだろうか。僕は思わない。僕の名前はサイキックスオ、超能力者だ。僕に不思議な力があると最初に気づいたのは父、1歳の時だ。父が僕に高い高いをして遊んでいたら、そのまま7分間落ちてこなかった。それからというもの、いないいないバーして遊んでいたら本当にいなくなったり、初めて両親を呼んだのはテレパシーだったというのは自分でも驚きだ。ママ、おむつびしょびしょだよ。そんなこんなで成長し、僕は15歳。今や念力も投資も宙に浮くことも大抵のことはできる。だがそれでも僕はこう思う。超能力など不要である。例えば、僕の超能力の一つにテレパシーというのがある。テレパシー、言葉を交わすことなく心の声で他人と通信することができる能力。昨日何食べたの？コラーゲン。確かに一見便利な力。普通の人から見たらそれって大好きなひろこちゃんの心の中覗き放題ってことなんて思うかもしれない。だが本当にそうだろうか。一緒に投稿するのってなんか照れるねうん、あ、そのリボンかわいいでしょおっせ、昨日のテレビ見たか。おう、おはよう。見た見た。本当にいつになったらチューさせてくれんのかな。話つまんねえし、別れよっかな。緑はないわ。似合ってねえし、ブス。やれすんなよ、ブス。うわ、わきくせ。肩組むなよ、ちくさ。なんだこいつ、朝食うんこか。これを見てもまだ欲しいと思うだろうか。今日はいい天気だね。ぽ、うん、ぽ。いいなあ、私も欲しい。つけてみる？きっと似合うよ。面白いだろう、あの番組。おお、超笑った。もしこの能力を使って好きな異性の心を覗きたいと思っていたのなら、やめておいた方がいい。その異性は愚か、人そのものを嫌いになるからだ。例えばこのような。大丈夫ですか？見かけたらほのぼのな気分になる光景も。青になりましたよ、おじいさん。ああ、ありがとな。このフィルターを通すと、あら不思議、どんよりとした気分にさせられる。どら、お年寄りに優しい私、惚れるやろ。うっは、やろけるふりしてケツ触らせてもらうぞ。しかも厄介なことに、このテレパシー、オフというものがない。つまり四六時中頭の中で他人の心の声が流れ続けるのだ。まともな人間でも3日も持たず精神を病むことだろう。僕も2歳の頃、人間に絶望し同じようなことを思ったものだ。ねえママ、なんで神は人間という愚かで醜い生物を作ったの？その頃は本気で人類を滅ぼそうなんて考えたりもしたが、若気の至りだ。今はそんなこと考えていない。それは幸運にも僕の両親や、わずかにだが存在する心優しい人たちが周りにいたこと、そのおかげに他ならないだろう。何あの頭、キモ。で、僕は生まれてからずっと他人の声を聞いて生きてきたのだ。もはやあの程度何も感じない人は心を偽れない。思うのは自由。僕はそれを悟っている。しかし本当変ね、あの頭あ、シャムでも取っておこう。ん？やー！なんで急に真下から風が吹くのよ。シャメはダメだ。何よこのエッチな風。ゴミック、超能力者サイキクスオの災難。
第1回いかがだったでしょうか。サイキック総役の浅沼慎太郎です。生徒役の中西みなみです。今週から4週にわたってお届けする作品は、週刊少年ジャンプにて連載中、麻生秀一先生の超能力者サイキックスの災難です。演じてみていかがでしたでしょうか。噛むよこんなもん。噛むよ。はい、頑張れとかいらないそういうの。いや、自分を信じて。じゃあ僕が言いましょうか。サイキクスオ君はですね、普通のセリフがなくてモノローグばっかりっていう。でモノローグだから噛むわけにもいかないっていうね。まあ、モノローグじゃなくても噛んじゃいけないんですけども。なので今たっぷり噛んでいこうと思ってます。はい、中西さんいかがでしたでしょうか。はい、まあ、私は普通の生徒だったんですけど。普通の生徒の、まあ、でもなんかスカートは嫌ですね、ああなるとひどいなって思いました。あ、そうですか。なんか普通に女の子の感想になっちゃいましたけど、ね。はい、超能力って便利だと思いますか。便利じゃないですか。動物とかと喋れるんですかね。うち金魚飼ってるんですけど、金魚と喋りたいなと思ってるんですけど。動物の話になっちゃいましたね。すいません。あ、じゃあテレパシーが欲しい。あればいいかな。でもずっとはきついですね。サイキ君も言ってましたけど。僕何が欲しいかな。なんか欲しい能力とか皆さんありますか。ちょっと周りにもたくさんいらっしゃるんですけど。投資。え、投資。ちょっとさ、宮城さんニヤニヤしながら投資言ってた。絶対なんかそういう感じになっちゃうじゃないですか。ずっと思春期だね。僕テレポーテーションがいいですね。あれちょっとごめんなさい、なんか終わっちゃったみたいな。なんか他にありますか。どんな能力があるんですかね。サイキ君も。なんか遠くのものが取れるっていうのはすごい便利。あ、動かずに。動かずに。サイコキネシス。サイコキネシスを遠くのものを取るだけに使うんですか。もったいない気もしますね。すごいな。リモコン取って。なんかもうあれですね、もうそういう面倒だからみたいなところから能力。キリンもね、あの木の上の葉っぱを取りたくて首が伸びたわけですから。進化の、そういう進化の過程で。なるほどね。だらけちゃいそうですけどね。そうですよね。だらけちゃうのはいけないですよ。でも能力はいらないです。大きい能力はいらない。ちっちゃい雨降った時に雨だけ防げる能力とか。傘いらず。傘を作ってる方には大迷惑。生活が成り立たなくなります。はい、というわけでこんな感じでよろしいんですか。はい、トークをまとめられる能力。というわけで次回もお楽しみに。